五十頭は、高田露伴の1892年の小説。最初は、新聞、国会に連載された。腕はあるが愚鈍な性格から、世間から軽んじられる、のっそりこと大工の十兵衛。しかし、柳川官王子に五十頭が混流されることを聞いた時から、一生に一度あるかないかの、その仕事をやり遂げたいという熱望に苦しめられ、明田炎上人に聞いてもらいたい一心で会いに行く。 本来ならば、関王寺の御用を務める川越の玄太が受けようという話である。世間から、名人よ、起業者よと褒められる玄太はその通りの男であり、さらに十兵衛は日頃から玄太の世話になっていた。十兵衛の女房おなみは真珠で苦しめられ、玄太の女房をお吉は利口な女だが、のっそりの横着ぶりに怒りを覚える。商人は十兵衛の熱意を知り、 模型を見てその技術と反面の不遇に同情する。十兵と玄太を寺に呼んだ商人は、技術においても情熱においても比べられない二人だからこそ、どちらが仕事をするか二人で話し合って、決めるように悟す。人を入れる難しさと、それゆえの尊さを伝える商人の思いやりに、答えようと玄太は、十兵の家を訪ね、職人の欲も不義理への怒りも捨て一緒に作ろうと、提案する。 おなみは涙を流して、玄太に感謝するが、十兵衛は不愛想に、その提案を断る。寺からの帰りに全てを諦めた、十兵衛だが、それでも自分が作るか、作らないか、どちらかしかないのであった。情と断りを尽くした、玄太の言葉にも嫌でござりますとしか返事を返さない。十兵衛に玄太は、虚しさを感じ、五十頭は己で立てると帰っていく。家には、 弟分の聖吉が待っていた。誠実で優しい兄貴に尽くすことを生きがいとする。聖吉は十兵衛への怒りを隠さないが、玄太は酔いつぶれた聖吉を見ながら、先ほどの己を振り返る。葛藤の果てに玄太は、商人の元へ向かい先日の天末を語り、十兵衛に任せても自分に任せても一切のわだかまりを持たないため商人に決めてほしいと願い出る。 商人は十兵衛も全く同じ話をしていったと、玄太に伝え、満面に笑みをた,たえながら立てる、以上の立派なことだと褒められた玄太は、兄として、可愛がってやれと言われて、涙を流す。玄太は五十頭を立てることになった十兵衛を縁に招き、すべてを水に流そうと申し出る。さらに、己が描いた五十頭の下絵や、寸法書を役立てて欲しいと渡すが、十兵衛は見ることもなく断る。 十兵衛が五十頭の仕事がやれるのは玄太より優れているからでもなく正直さが商人から好かれたわけでもないただ玄太が商人の言葉によりすべてを胸に収め席を譲ったことによるそれが事実であるしかし十兵衛は他人の心を組むよりも職人としての構想技術を満たそうとするデモニックポゼッションが優先したもはや玄太も怒りを抑えることはできなかった ゲビた足の引っ張りはしないが、いつか失敗することを待っていると口にして、席を立った。弟子や馴染みの娘を集めて賑やかな縁を開くが、誇り高い男だけに周りに、愚痴や怒りは、ケすじほども見せなかった。仕事に取り組む十兵衛は誠を尽くし、すべてに心を入れて、己を捧げる。しかし、情の鈍い、のっそりだけに、 玄太への応接も忘れていき純粋に仕事の喜びに来たる。お吉は十兵衛の仕打ちを周りから知らされ、正吉に毒づいてしまう。正吉は十兵衛を殺そうとして、重傷を負わせるが玄太の兄貴分である火の玉、鋭次に押さえつけられ散々に殴られる。正吉を預かった永次は玄太の家を訪ねると、主人は不在で代わりに、お吉が応対に出た。 え,え次は玄太が十衛の元に頭を下げに、向かっていたと知り、人を殺そうとした。清吉も浅はかだが、十衛にも火があったため玄太が、商人様に、お詫びをした上では話もつく。心配のしすぎはするなとお吉にいたわりの言葉を、残して去る。玄太は、十衛の元を訪れて、頭を下げるが、先日よりの怒りは深く固く、気分は晴れない。 世話をかけた絵継ぎのもとに向かうつもりで家に戻ると、聖吉の母が訪ねてくる。愚かなまでにこう思う、親の心の深さに元太は感じるものがある。一方、お吉は金を苦面するために家を出ると、鋭次のもとに向かい、元太の怒りが溶けるまで髪型へ聖吉を向かわせるため、未然を切り、ロギンを工面してきたと事情を説明する。聖吉の母の面倒も見るつもりである。 片耳を切り落とされる重傷を負った十兵衛は休むことなく仕事場に向かう。十兵衛は職人たちが自分を軽んじていることを承知しており、働いてもらうには体をいたわることも無用だった。塔は完成する。落成式を前にして、江戸を暴風雨が襲う。百万の人が顔色なく恐怖に襲われる中、関王寺の世話役は東海の恐怖から十兵衛を呼び出すが、 死者の寺男へ十兵衛は倒れるはずはなく騒ぐに及ばずと断る。しかし、世話役からの再びの呼び出しは商人からの呼び出しと偽りのものだった。商人様は自分を信用してくれないのか、恥を知らず生きる男と思われたなら生きるかいなしと嘆きながらも嵐の中を谷中に向かう。塔に上り嵐に向かう十兵衛。その頃、塔の周りを徘徊する玄太の姿があった。 果たして塔が壊れれば、恥を知らず生きる職人として、十衛を許さざる腹だったのか、序述はない。人の試せぬ嵐が去った後、人がなした塔は一寸一分の歪みがなかった。落成式の後、商人は玄太を呼び、十衛と共に塔を登り、江戸の住人十衛これを作り、川越の玄太これをなすと印満面の笑みを称える。 かつて幼い兄弟が二人だけで大河を渡る具話を、十兵衛と玄太に語った商人は、今職人たちが言葉に尽くせぬ苦悩や、葛藤の果てに向こう岸にたどり着いたと祝っている。十兵衛も玄太も言葉なく、ただ頭を下げて、商人を拝むだけだった。1944年8月17日公開。制作は大英。2007年3月31日公開。配給は、 カエルカフェ。1958年6月23日から同年7月7日まで、前編、中編、後編の3回にわたって、KRT の鱗座で放送された。1962年4月8日に、NHK 総合テレビの子供名作座の第1回として放送。1968年4月9日に、毎日放送制作。 ネット系列のテレビ文学座名作に見る日本人マイナスで放送。1958年版に出演した小池朝尾が本作では主演している。劇団全新座が舞台化。脚色は通えただし。1965年12月初演。その後も上演を重ねており2008年にも上演している。岩波文庫では本文前扉は 50等か牛ロともちおとなっている50等に関するカテゴリー、50等に関するカテゴリー、ありがとうございます。